藤沢市藤沢市の一藤沢空襲は太平洋戦争末期の1945年にアメリカ軍により行われた神奈川県藤沢市に対する空襲である。藤沢は鎌倉市や小田原市と同様に地域一帯を焼き払う絨毯爆撃を受けることはなかったが県内や関東地方の都市に対する空襲の余波や 関西キアピーマイナス51マスタングによる数度の攻撃を受けた。同年8月28日付の朝日新聞の報道によると県の発表では藤沢市内の人的被害は死者21人、重傷16人、軽傷23人。建物被害は全傷8個、半傷2個、全壊12個、半壊12個としている。2月10日23時10分。 アメリカ軍の B-29 爆撃機1機が、相模湾より侵入し、高座軍五所県村の山林及び二十歳に、焼夷弾数発を投下したが被害はなかった。なお、同日午後には、群馬県日田郡大田町の中島飛行機、大田製作所に対する空襲が行われており一部は、浜松や名古屋方面へ向かった。2月16日、 両党の戦いを間近に控えたアメリカ海軍第5、艦隊第38任務部隊のマーク・ミッチャー、中将は同作戦の牽制のため指揮下の空母機動部隊を日本近海へ進めると、早朝から数派にわたって関西機を発艦させて、関東地方及び静岡県の軍事施設を攻撃した。藤沢上空には関西機273機が飛来したが、被害状況は定かでない。 2月17日、前日に続き、ミッチャー中将は6時45分から関西機を発艦させ、8波にわたって関東地方や東海地方の軍事施設や軍事工場を攻撃した。藤沢上空には関西機320機が飛来したが、日本列島空襲戦祭祀は、被害状況について、茅ヶ崎や藤沢一帯の工場が銃撃を受け負傷者、数名と記している。 1933年当時の藤沢市4月2日、B-29 約50機が来襲し、東京都西部、神奈川県、埼玉県、栃木県方面に侵入し、工業地帯に次元爆弾を投下した。藤沢市市は60機が辻堂築上空に侵入。日本列島空襲戦災市は、辻堂に爆弾一発が投下され1件が全壊したと記している。 5月17日12時45分頃から2機の B-29 に先導された P-51 マスタング約40機が相模湾から神奈川県内に侵入し主に厚木海軍飛行場や藤沢海軍飛行場を攻撃後13時過ぎに暴走半島方面へ離脱した。日本列島空襲戦祭死は日本側に大きな被害はなかったが藤沢上空で アメリカ軍の P-511 機が撃墜されたと記している。5月24日1時30分頃から B-29 約250機が京浜地区に侵入し、東京都心部、神奈川県、横浜市や川崎市に焼夷弾攻撃を観光した。翌5月25日正午頃から B-29 に先導された。 P-51 約30機が小田原や平塚方面を攻撃22時23分頃から B-29 約250機が京浜地区に侵入し東京都心部を攻撃した藤沢市市は両日間に藤沢警察署の所轄内で焼夷弾360発が投下され33個が全焼99人が被災したと記している 5月29日9時30分頃から B-29 約500機と P-51 約100機が横浜市及び川崎市と東京都の一部に侵入し約1時間半にわたり焼夷弾攻撃を完工した藤沢市市はこの空襲の際に藤沢警察署の所轄内で1名が死亡したと記している7月30日5時20分頃から アメリカ海軍第3艦隊第38任務部隊とイギリス海軍第37任務部隊は関西機約700機を発艦させて駿河湾方面から日本本土に侵入し関東地方及び東海地方の軍事施設を攻撃した藤沢周辺では国鉄辻道駅の北側にあった住友特殊聖通辻道工場が8時10分頃から30分間に 渡り関西域、約20機による攻撃を受け、爆撃や機銃装車が加えられた。この攻撃の際、爆弾の一つが工場の中央部に着弾し、退避行動中の従業員に4名が即死し、1名が重傷を負ったが、翌7月31日に死亡した。工場施設では、熱連工場の小動炉2機、焼き入れ工場の輸送2機や旋番3台が損傷し、 生産を停止した。同社は航空機や船舶用バネやロールを取り扱う会社だったが、戦時中は海軍管理工場の指定を受け航空機用の各種型用工を生産していた。8月13日5時30分頃から17時30分頃にかけて関東方面に関西機約800機が侵入し、飛行場、交通機関、軍需工場を攻撃。 藤沢周辺では、住友特殊成工が数機の関西機による攻撃を受けたが被害はなかった。ありがとうございます。